演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらアホやニンニク堂というお店のアホスープというものを飲んでみたいと思います。なんか、ね、嫌なネーミングだなこれ。なんかこういう風に商品に出て名前の通りにアホという名前がついてるんですけど、なんでこのネーミングにしたんでしょうね。本当突っ込みたいです。突っ込みどころ満載すぎます。なんかニンニクを愛用しているお店、ニンニク商品を販売しているメーカーさんのようですが、そこら中にアホっていう言葉が書いてあって、あまりいい気分にはならないですね。アホって言われていい気分になる人ほとんどいないでしょうからね。で、このスープをちょっとこの熱湯に小さじ1杯入れるといい美味しいスープになるということなのですが、どういう風な商品なのかな。そこまで強烈にニンニクの香りがするわけではないですね。ちょっとなんかジェル状の液状みたいな、そんな感じです。では混ぜてみますね。なんか液体味噌みたいな感じもしなくもないですが、なんか調味料としても使えるみたいですねこれ。ではちょっと香りはしますけど、そんな強烈な匂いはしないです本当に。では飲んでみます。ニンニクのあの強烈な匂いはほとんどありませんが、味は結構癖がありますね。ちょっとそのまま飲むにはきついかなと思いました。もうちょっとお湯を多めにした方が良かったかもしれないですね。まあそのあたりは好みかもしれません。ただ料理の調味料として使うとコクが出そうな雰囲気もありますね。なので飲むスープとして考えたらこちらの点数とさせていただきます。ちょっと本当好みが分かれる味ですね。まあ勢力はつきそうですけど、それではホタル見て朝を待とうや今日この日。夏の一時いい日々が過ごせてるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。